職場のボーリング大会は150ぐらいで優勝できます。どうもこいこいです。今回はですね、ちょっとまあ企画ものみたいな感じなんですけど、チャンネルの年齢層を統計学で推定してみたいと思います。で、統計学ってやっぱ本当信頼できるのかって思われる方もいらっしゃると思うんで、まあ何はともあれもう実験してみようと。で、コミュニティのアンケート機能を使って実験したいと思うんですね。で、実は先日皆様の職場のメーラーのアンケートを実施済みなんですよ。まあ、やることこれとほとんど同じなんですけど、まあ、ちょっとだけ違いがあるんで、説明をしたいと思います。で、まずメーラーアンケートの概要なんですけど、まあ、皆様の職場のメーラー何使ってますかっていう単純な質問で、で、まあ、こういう風になったんですね、結果が。で、5択しかちょっとできないんで、こう5択に絞り込まなきゃなんですけど、まあ、215票集まってこんな結果になりましたと。で、Gmail の割合の 95% 信頼区間っていうのがあるんですけど、まあ、それが 28% から 40% になったんですね。で、これは計算で求められるんですね。215票とか 34%、95%、まあ、この数値を使って求められますと。で、これ何をしたのかというと、215票から私のチャンネルに来ていただいている方たちの職場の Gmail の割合を推定したってことなんですね。で、本当に合っているかこれ分からないんですね。例えばチャンネル登録されている方全員にこれアンケート取らないと、全数調査しないと、まあ本当の答えは分からないんですね。分からないんですけど、まあ分かりたいんで、まあ少ない数から統計学的にだいたいこれぐらいなんじゃないかっていう数値を求めたってことなんですね。まあそれが 28% から 40% 以内の間であると。で、これ統計学を勉強したことがある方は分かると思うんですけど、これって 28% から 40% 以内に 95% の確率でなりますって意味ではないんですね。例えば本当の正解が 35% だとしますね。で、今回みたいな調査、例えば100回やりますと。で、100回やれば当然200票だったり300票だったりで答えが違ってくるわけですね。そうすると求めるこの 95% 信頼区間もずれると、 30% から 45% ってなることもあると。で、それを100回やって100回信頼区間を求めました。そしたらその 35% の真の値がその間に入ってるのが 95%、 要するに95回ってことになるってことなんですね。で、5回は外れちゃうと。例えば5回は信頼区間が 25% から 30% ってなって、まあ、真の値が35なんでその間に入ってませんねってことになるってことですね。ちょっともやっとされる方もいらっしゃると思うんですけど、まあこんな感じですと。まあ統計学勉強すると絶対これが出てきて、んって最初なるんですよね。で、今回はチャンネルの年齢層の割合を推定ということなんですけど、メーラーアンケートと異なるのは結果が分かっているということなんですね。で、 YouTube のアナリティクス機能で年齢層の割合が分かるんですよ。もう私だけ、まあ私と運営だけって感じですか。なんで先ほどのメーラーとは違うんですよね。さっきのやつは本当に全体で何パーセントかっていうのは分からなかったけど、今回はこの機能でもすでにもう分布が分かってるんで、まああえて分かってるんですけど、こう推定してみようと。で、本当にアンケートから果たして正確に推定できるのかってことを、まあ、やってみるってことですね。で、手順なんですけど、メーラーと同様にですね、アンケートをコミュニティで実施したいと思います。で、期間は、まあ、2020年の7月3日から7月5日、まあだいたい3日ぐらい、撮ってみようかなと。まあちょっとあまりにもね数少なかった場合はちょっと考えますけど、一応この期間ぐらいでやろうかなと。で、2番、各年齢層の割合の 95% 信頼区間を求める、まあさっきみたいな計算をするってことですね。で、3番、正解データと比較してみます。まあその 95% 信頼区間に本当真の値が入っていたのかどうかってのを確認してみようかなと思います。で、これ匿名性なので気軽に押してください。誰が押したとかそういうのって全然こちらには分からないようになってるんで、気軽に押していただければなと思います。はい、じゃあ実際の結果をですね、まあ、何日か後かにまた動画にしたいと思いますんで、その時にまたお会いしましょう。はい、本日はご視聴ありがとうございました。